歩み足は左右の足を交互に運び、半身が左右切り替わる足さばきです。左半身の場合、右足をまっすぐ前に送ると同時に、左足を母子球中心にやや外側に回します。右足を左足の脇すれすれのところからまっすぐに出し、左足を外側に向け、右半身の構えをしっかりと完成させます。合気道は半身の姿勢が基本です。前足の左右が切り替わると同時に、半身もしっかり切り替えましょう。半身の構えは前足の延長線上に後ろ足があるため、そのままでは後ろ足をまっすぐ前に運ぶことができません。前足を少し外側に回し、体の真下から後ろ足を通します。体の軸を崩さず、腰を移動させる感覚で足を出していくことが重要です。腰を前に動かし、自然に足が出てくることを意識します。